ガンプラを買いに行っただけなのに、泥棒扱いされて取り調べを受けることになったに対する反応集をお送りします。怖い界隈やろ。もうね。子供に譲ってやれよ。いや普通親が子供叱って終わりやろ。子供は奪うことが目的なんだろうな。プラモデルなんてどうでもいい。親がガキに取ってこさせたら無敵やな。親わかっててやってるやろ。店員も説明したれよー。転売界隈やと子供使うこと割とよくあるからな。子供バリアが効かんのはシプリームくらいで効果絶大や。レジに並んでるやつを事情聴取する方もおかしいだろ。でもガンダム強奪する少年ってなんか主人公っぽいよな。確かに親と不仲であってほしいな。ガキは親に叱られるから怖くて取ろうとしとるやろ。これ最悪やんけ。強盗呼ばわりでこの男性を拘束した店と親子に監禁罪と名誉毀損が成立するよ。監視カメラ社会最高だな。インジェ強奪事件。フリーダム強奪事件の真相。スマホ録画気づかれないよう回しとくと河川とゆっくり買い物もできない時代。嘘くせえ。これが嘘か本当かはわからないけど、倫理や常識をかなぐり捨てた親が最近は結構いる。うむ、子ではなくて親がそうなんだよな。そしてほぼ 100% その子供もおかしい。いや、知らんよ親がどうとかじゃなくてこの記事がまとめてる話が嘘くさいって言ってんの。こんな騒動になってるのに周りで見てた人の報告がどこにも上がってないのはさすがに不自然。1店舗の騒動なら普通だと思うが、自分もレジ待ちでそこそこ揉めた経験があるが割り込み関係なのでこれほどではないが、全く報告上がってなかったぞ。たかが割り込みで少々揉めた程度の話ならそりゃ報告もないだろうけど、大の大人と子供がガンプラの奪い合いして警察が立ってやっぱり普通に報告上がってなきゃ不自然だよ。その場に居合わせた人でなきゃガンプラ取り合って警察沙汰なんて詳細知らないだろ。それに結果的に冤罪案件で済んだこの件を秘宝がのたがガキからガンプラを奪うみたいに拡散してたら今頃終わってたのそいつだし。関係ないけどつべ見てたら案の定この件でパニオジ強盗するとかまとめてるやついたわ。いや、たかが割り込みでここまで揉めるかってぐらいの騒ぎになったので、むしろたかが割り込みだから報告上がらないとおかしい。書いてあること見たら奪い合いってほどじゃないし、すぐバックヤードに連れて行かれたらほとんどの客は事情わからないし、警察もすぐに来るわけじゃないから警察沙汰とかわかる人の方が少ない。こんなどうでもいいことにそこまでこだわらんでもいいのでは？国民全員が SNS やってると思ってそう。昔からでも結構いるよ。子供なら対応甘くなるから子供に犯罪の手伝いさせるような親が存在してる。本屋の万引き追いかけたら電車に轢かれた事件思い出した。新製品が出るたびに湧く子供が欲しそうだったから譲ってあげたとアピールするやからよりはありそうな話だけど、脳死で嘘末連呼してそうだな。お前世の中には想像もできんようなクズが実在するということを仕切ろうな。自己紹介ありがとう。さすがに勝ち目ないぞ。 YouTube やってるみたいだから再生数稼ぎの嘘末ネタだろ。なお再生数、そんな奴のポストを見つけてくるあたりまとめブロガーのグルなんじゃない。これが人だよキラ君。違う人はそんなものじゃないといいな。もうジェネシスとレクイエムとディスラプターを地球とプラントにぶっ破した方が良くない。さすがに現代人は CE みたいにはならななるかもな。割ともうなってる定期。地球にジェネシスだけで地球上の生物の半数が死滅だからオーバーキルすぎる。少なくともガンプラ界隈はパナオジだけ滅ぼせば平和になるよ。パナソニック？それでも守りたいプラモがあるんだ。私が人類を滅ぼすと決意したのは、この首都圏からでした。毒親徳。ソガキファウンデーションかな？子供が窃盗未遂からの被害者ズラマッチポンプっぷりもいい勝負だな。本当なら四日市ジャスコ5人逮捕事件とかあるから面倒くさがらずちゃんと被害届出してほしい。冤罪な上に犯人扱いされた人亡くなっちゃったやつだっけかひどい話よな。カエルの親はカエル。転売に子供同伴はよくあること。レジを通して外に出たところで言われたのなら強盗や泥棒扱いされるのも外にカメラがないからもわかるけど、お互い店の中にいたのに。この人は売り場の監視カメラに映っていて、九段の親子が全く他のカメラに映っていないのはなんでだ。落ち着きなさいな、いろいろ脳内でごっちゃにしちゃってるぞ。多分ショッピングモールの中の店じゃないかな。新商品発売とか混んでいると、レジ待ちの列が店舗スペースで収まらずにモールの通路まで伸びるのはよくあること。店舗も基本的に自店舗内だけで意図的にモールの通路までは監視しないし。強盗扱いしてきたってことはあわよくバスキを見て万引きする気満々だったんだろうね。クズ親子は常習っぽいから警察に届けといた方がいい。
ガンバ AKB 員のおじさん。一人一商品一個までと書かれてるのに、父息子娘で3個確保してるのとかいるからな。それを許して売る店も悪いがさん、4歳の娘が RG の G ガン作れるわけないやろと思った。店どころかバンダイさん自体が許してるからな。イベントで親子3人が買ってたんだが、バンダイさん普通に売ってやがったし、小学生が MG ランバラル専用ドムなんか欲しがるのかよ。どう考えたってガキ連れてた親父のだろ、もしくは転売予定品。それは偏見入ってないか？小学生だったらそのきっと欲しがらないって決めつけすぎるわ。ランバラル専用ドムが欲しかったんじゃなくて、周りと違う青いドムがかっこよく見えたのかもしれないしな。近所のプラモ屋で小学生が普通のギャン欲しがってたのを見てちょっと新鮮だった。ねだるのに、他より強いビームサーベル持ってるとか盾からミサイル撃てるとか力説してたから、全く知らずに欲しがってるわけでもなさそうだったから余計に。スーパーの卵やトイレットペーパーじゃあるまいに。それはルールに反してないし良いだろ。それで店側責めるのは、本当に欲しいご本人様のみ一商品一つまで。とか店側の主観で判断しろって言ってるのと同じやで。一切の不正行為がないのに、何をもって悪いと決めつけてる？転売目的の可能性を考えると殺意が湧いたとしても理解できるが、不正行為か否かはまた別の話。そも、同一商品でないなら転売の可能性すら低いしな。是是非の意味を理解しような。インジャラス1でデンジャラス。犯罪者僕はキラじゃない。中野人的には刹那だな。これ店はどこなんだろ？中古ショップ？監視カメラ云々からして、ホビーゾーンとかのショッピングモールに入っている店舗じゃないかな。なるほど。ラストワンをラストワンショーだと完全に勘違いしてたから、それが2つあるってことは中古かなって思い込んでしまった。こういうまとめを見ると実にガンダムログって感じがするな。こういうくだらないありさまを見ると、そりゃオルフェもみんな愚か者だぐらいは言いたくもなるわな。現実の出来事に、作中のキャラのセリフを引き合いに出して、そりゃオルフェもこう言いたくなるとかいうのも愚か者やん。だから言ってんじゃん、みんな愚か者だってよ。こいつの不愉快なところは周りに怒りを共感させておいて被害届を出さないところだよ。お前が始めた物語だろ、ゴールしろよ。嘘でやってるなら悪趣味なことに気づけ。名誉毀損にはなってませんから安心してくださいみたいに言ってるけど、めんどくさいから警察呼ばんかったと言っていて、この言い方おかしくねえかなと思ったわ。ネットやらない方がいいよ。真偽が定かでない怒りを煽る話なんていくらでもあるし。この話の真偽は知らんが、パニおじが悪いのは確かだな。お前まだ言ってんのかよ。なんでお前らの一時の感情のために自分の膨大な時間費やせなあかんねん。お前みたく年中暇な人間ばかりちゃうやろ。そんな気になるならお前が自分で調査して真相突き止めて犯人捕まえるなり、嘘松証明なりして勝手にスッキリしとけ。お客様ですらない子。時期だってことに気づけ。悪趣味なことに気づけ。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。